どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回のテーマソングはドーン、米米クラブのロマンヒコ。このロマンチックな曲、このウクレレに結構ぴったりなんです。思いっきり奏でてまいりましょう。でこの曲はですね、もちろんガズレレ YouTube チャンネルでもうね5年ぐらい前に1回取り上げてるんですけど、その時はちょっと不親切で分かりづらいんで、今回2021年バージョンとしてさらに分かりやすく、さらにかっこよく、さらに簡単になって再登場です。思いっきり奏でましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるように、もう独自に超簡単アレンジした初心者簡単バージョンにやります。後半はですね、そこにリズムとちょっとかっこいいコードが加わるんですけど、あの印象的なメロディーというかフレーズとベースラインもねちょっと再現してみようと思うんで、これは結構面白いと思いますよ。後半のかっこいいバージョンもぜひご覧、2バージョン最後までねぜひご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。このゴールデンウィークの期間ウクレレで初めて人生変えちゃいましょう。はい、今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで楽器チャレンジしてみたかったけどチャンスがなかったですとか、一回楽器やったことあるんだけど挫折しましたとか、私無吉兆なんてどうかなというふうにそこに思ってるあなた、あっという間にできるプログラムがあります。ウクレレを弾いて歌を歌う弾き語りがもうすぐできるプログラムがあるんですよ。このプログラムを世界中の方がもう見てくださってて、もうチャンネル登録者の方もつい先日15万人突破です。ありがとうございます。もう皆さんもあっという間にできますんで、もうぜひ始めてください。もうちょっとしたらここにね、リンク貼らせていただくんで、そのリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見てウクレレ触ってるだけですよ。YouTube 動画なんで無料でございます。皆さん音楽始めましょう。ここからです。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ1本でめちゃ簡単に弾けるようにしてるレッスン動画がですね、もうすでにですね1600曲ぐらいはもうアップロードされてると思います。皆さんの好きな曲も絶対課題曲として取り上げてると思うんで、ちょっと探してみていただきたいんですけど、これからね音楽を聞くからやるに変えていきましょう。はい、それではやってまいりましょう。ロマン飛行ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。1,2,3
クラブのロマン飛行ガズレレレ超シンプル簡単バージョンゆっくりやってみました。いかがだったでしょうか。いいメロディーラインですね。この曲ですね、歌ってみたら分かったんですけど、歌が結構ね、タイミングとメロディー難しいです。まず最初のワン、ツー、会いたいと思うことが、ここの A メロの歌のタイミングとメロディー難しいし、これサビですね、やっぱり一番ご注目は。君と出会ってからいくつものと、このね、高低差がすごいです、音程の。これはなかなかね、歌、相当こうトレーニングして、やった方が気持ちがいいと思うんですけれども、ウクレレはどうですか？簡単でしょ。入門コード6個ですから。入門コード6個でできちゃいました。はい。これちょっとだから歌を本当に練習して取り組むと、これかなり気持ちよくできるんじゃないかということで、初心者さんにももう絶大にお勧めしたいです。はい。そしてですね、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。主にですね、2番のパート。ちょっとこう、ショートカットさせていただいてるんですけど、フルでやりたい、全部私やりたいなという方いらっしゃったらですね、1番のコード進行を書いて、2番の歌詞を書いてですね、オリジナルの楽譜を作り上げてください。コード進行は一緒です。歌詞が変わってくるだけなんで、そこら辺はですね、ちょっとご自身で書いてみてくるのを、書いてみるのをお勧めします。はい。そして今のシンプル簡単バージョン、ガズレレ YouTube と一緒に、まずこれに合わせてね、初心者の方、合わせてやってみてください。で、これに合わせてできたらもう、まずほんとファーストステップクリアです。おめでとうございます。結構これ簡単ですので、まあ、歌は難しいというのはあるけど、弾くことはね、結構すぐできると思うんですけど、はい。で、それできたらね、次のステップがちゃんと待ってます。次のステップは何かというと、今度はね、YouTube を見ずに、ご自身一人だけで演奏してみます。自分一人で歌ってリズムを刻んでメロディーをこう放つ。自分で音楽を一人っきりでやってみる。これをおすすめします。でもその時にね、やっぱり最初楽譜が必要でしょ。いずれ覚えちゃいたい曲ですけど、まずは楽譜を見て一人で演奏するのがいいと思うんですね。じゃあ楽譜ってどこにあるんですか？どうやって用意しましょうって話になると思うんですけど、はい。今ね、ガズレレは、この自分でノートに書いて、これを見ながら演奏しました。今日もなんと2枚にわたっていますけれども、はい。こういう風に、書いてますよってことで、ね、もうちょっとしたらこれ画面に大写しにして、皆さんもこんな風に書いてみたらいかがですかってシェアしようと思うんですけど、ただいまこのサービス始まってます。ガズクラブです。このガズクラブっていうのはいいサービスで、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のロマン飛行を含む、ガズが今まで書いて書いて書きまくってきたノート楽譜の中から皆さんのお気に入りの曲、やってみたい曲、挑戦してみたい曲の、ノート楽譜のデータを毎月5曲お手元にダウンロードできるという画期的なサービスなんです。でね、このね、ガズクラブっていうのは楽譜のダウンロード以外にも山盛りのコンテンツがいっぱいついておりまして、まずですね、ガズクラブメンバーになったらガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあります。すごいでしょ？アプリですよ。そこで落とした楽譜の管理だとかいろんな情報とかこうゲットできるっていう、まあ画期的なそのアプリがあるんですよ。これがまた素晴らしい。そしてあとはですね、ガズオンと呼ばれている毎月2回行われている全世界中から参加していただけるものすごいでっかい規模でやっているオンラインイベントがあります。オンラインライブでもう全世界中で一緒になってわーっとセッションしようということで、毎月課題曲を決めて、まあ月2回やってるんですけどね、次回はこの日程になってます。もういつも大盛り上がりです。もう汗だくでね、もう世界中とセッションみたいな感じやってます。そして毎朝7時からガズ、ラジオ配信をしているんですよ。これがすごいです。ガズクラブの特典すごいでしょ。毎月2回のオンラインライブ配信と、毎朝7時から365日やってるラジオ配信。ここでもね、なかなかいい話が聞けますからね。あとそれと楽譜のダウンロードもちろんと、もう盛りだくさんになってるんですよね。ぜひ皆さんガズクラブご検討ください。あともう一つのサービスやってて、ガズクラブとは別のサービスなんですけど、このガズレレ大学です。こっちはですね、ちょっとこのリズムの深めようとか、ウクレレのもうちょっとその奥に、もうちょっとその深めたい、もうちょっと知りたいっていう、ちょっとこうお勉強、大学ですからね。これアカデミックなことをやります。こっちはですね、毎週2回のライブ配信コンテンツでも濃厚にリズムとかコードの押さえ方とかも研究室みたいなもんで、ここもね、なかなか面白いんですよ。毎週2回ライブ配信で講義、ガズレレ大学の講義をやっておるというね、なかなか面白いことになってまして。そういうわけで今、ガズクラブとガズレレ大学とか2つあるんですけど、まあガズクラブのイメージは、こう楽譜ダウンロードしてもそこでみんなでワイワイやる、もう街づくりみたいな感じで、もう本当に楽しい集まりって感じ。で、ガズレレ大学は、ちょっとこうアカデミックなね、お勉強するスタイルなんで、ちょっとこうシュッとして、キャンパスライフ行こうぜみたいな感じなんで、まあまあご検討ください。概要欄にね、リンク貼っときますんで、ご活用ください。それでは、楽譜を見ていきましょう。2021年改訂版のロマン飛行米米クラブです。丸1ってことで今日2枚にわたってます。
はい、これイントロなんですけど、いつも言ってることなんですけど、この下にくるっと囲ってるコードは後半やるかっこいいバージョンです。つまりここでですね、かっこいいバージョンと簡単バージョンでコードが変わります。今やったシンプル簡単バージョンは上の段ですからね。はい、ここご注目です。そしてこの下にフレーズって書いてあるんですけど、後半はここでね、あの印象的なベースラインを再現して弾いてみようと思います。これ結構難しいけど、脳トレになって楽しんで後でじっくり見てください。で、ここから A メロが始まりますけど、さっきも言ったようにこの歌ってね、タイミングは結構面白いんです。ここ点が、黒点が2つ書いてあるでしょ。これタイミングなんです。ワン、ツー、スリー、フォー、1、2、空いた、いいと、というふうに、この点で拍を、数を測ってます。これは結構参考になると思います。はい、こうやって映していくんで、一時停止でメモっていただくか、演奏のデモ演奏中のテロップを一時停止してメモっていただくか、さっき紹介したガズクラブで、この楽譜そのものをお手元にダウンロードしていただくというのもすごくいいと思います。とにかく楽譜用意していきましょう。はい、さっと映していきます。メモってください。はい。ここがサビですね。この辺のね、歌のメロディーとか、こう結構言葉も詰まってるし、音程のこの低いとか高いとこまでが凄まじいですから、はい、ここら辺ご注目ですね。はい、で、まあ、ここでまたイントロと同じようにフレーズとこのコードが登場しますということですね。で、ここブリッジパート。はい。忘れないでんところですね。ここも爽やかな感じでいきます。はい。で、ここまで来たら、はい。はい、こっち来ました。はい、サビの繰り返しという感じですね。ラストのサビの部分です。はい。これはコード進行はシンプルですけど、ここ歌い方がどんどん展開してきたり、ここのトランクの言い方が変わったりとか、なかなかね、脳トレ要素たっぷりなんで、じっくり、見てやってみてください。そして最後エンディングとしてイントロのフレーズをやって、こう終わっていくというのがガズレアレンジになっております。はい、じゃあ出てくるコードの解説です。はい。ちょっとここに出てくるコード、これ後でかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、赤く囲ってるのは後で解説します。はい。今日入門コード6個ですよ。これは素晴らしい。ぜひ皆さん取り組んでみて、入門コードです。これ簡単にできます。言っていきます。C と Am とF と Dm7Gm7Em7。 これはもうね、安心の入門コードですよ。皆さん初心者さんでもできるやつです。はい、このコードがこのグループに入ってます。ドン、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、このウクレレで音楽始めたいなと思った皆さんに一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループです。10個もあんのって思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たら入門コードですからめちゃ簡単ですよ。だけど10個いっぺんに覚えようと思ったらね、もう頭ごちゃごちゃになりますからね。ああ、それを分かりやすく私がもう頭にスイスイ覚えられちゃう、頭の中で整理できるような面白いもう動画を撮ってます。この動画です。ここです。ここ見てください。この動画見てるだけで10個のコードめっちゃ簡単に覚えられますから、本当必見ですからね。今日はその中の6個ですけど、これ遅かれ早いから、このガズレレ必須コードは10個覚えちゃうようにしておくといいと思います。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていく。その前に、いつもこのタイミングでガズは言っております。まず今の4つ引きで歌、これ今日はですね、ちょっと舐めてはいけません。まず歌う時の言葉のタイミングですね。2拍溜めてから歌が入るとか、小説をまたいでると、伸ばしているところでまた、言葉がまたいでるとか、そういうところと、あとは、音程のね、高いところから低いところまで、もうほんとジェットコースターみたいにもう上がって下がってってなります。君と出会ってから、いくつもの、すごいでしょ。こうやって歌っただけでも、この差が激しいんで、音程がこう、揺れるというか、まあ、歌がね、結構面白くもあり、難しいです。まあ、でもこれね、歌のメロディーはすごく皆さん頭に入っている方多いと思うんで、ほんと腹式呼吸でね、こうしっかり歌っていくっていうところをちょっと意識していただいて、歌をしっかりマスターしてからかっこいいバージョンの解説を、に入っていくのがいいと思います。はい。そんなわけで、じゃあ、かっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。まず、かっこいいバージョンでは、1個、かっこいいコードを登場させます。ドン !A sharp, メジャー7。はい。大文字の M は、メジャーというふうに言っています。小文字の M はマイナーですね。はい。押さえる場所解説していきましょう。まず、ここと、ここと、ここです。この3つ、こんな感じです。響きは、これがちょっと渋いなと思って、これをセレクトしました。あー、なんというかこの空虚感、なんかこうロマンティックだからロマン飛行にあるかな。はい。このコードは押さえる、こうやってここだけ押さえるとちょっと簡単そうに見えるけど、これね、ガズレレでたまに出てくる、これ B7 っていうコードの1個ずらしたやつなんですよね。なので B7 覚えてる方はこれ1個ずらすよってことで覚えてもらったらいいんですけど、この形ってね、結構ね、急に行くの難しいんですよね。この曲で言うと G7 から A シャープメジャー7なんで、G7 を押さえて、あ、でも G7 からだったら楽だね。なんで楽かというと、この人差し指をこのまま残しておいて、これをこっちに持ってくるだけだ。あ、G7 からだったら楽ですね。この薬指をこの上に持ってくるだけでした。はい。こんな感じで今日は A シャープメジャー7使って、弾いていこうと思います。はい。で、リズムなんですけど、今日はこれですね。ドン。8ビートのチャと、これ疾走ビートって書いてあります。はい。この辺の感じのリズムの弾き方でやろうと思います。ひとまずこの2つのリズムの弾き方解説。
ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚、その中からそれぞれの濃厚解説レッスン動画がもうすでにアップロードされておりますので、じっくりと時間かけてリズムはです、ね、リズムっていうのはこういうストロークっていうんですけど、ちなみにこの8ビートのチャっていうのはこういうリズムです。ドン、タッ、ツッ、チャ、このチャでドラムのドン、タッ、ツッ、タッ、このスネアドラムって言われるんですけど、それを再現してる打楽器的要素を加えてる。はい、でこの疾走ビートっていうやつなんですけど、これはですね、例えば C で弾いてみると、トト強弱だけなんだよね。トトタトトトタトトトタトトト、これがですね、この今日は疾走ビートっていうのがちょっと一つのキーワードになるかもしれません。はい、今日の一番そのキーポイントになる場所はイントロとか感想とかエンディングで出てくるそのフレーズなんです。フレーズの解説していきましょう。これはですね、疾走ビートという弾き方を一応右手はします。その中でなんとあのベースラインのフレーズを左手で表現していきます。ちょっとデモ演奏やってますね。ワン、ツー、スリー、フォー。かっこいいでしょ、かっこいい。はい、これを皆さんがこれからやるぞということなんですけど、どうなっていったかもう全然わかんないでしょ。これはね、ちょっとじっくり解説していくんですけど、まずちょっとこの表を見て、この表を使ってね、解説していこうと思います。これはタブーという、楽譜の読み方で、これ分かっちゃうとすごい簡単なんで、ぜひこのタブーの読み方分かっておいてほしいんですけど、もしタブー分かんないよという方、概要欄に、タブーの読み方の動画のリンクを貼っておくんで、ちょっと見ておいてください。で、これを見てもらうと、この赤いところ、赤い数字が分かりますかね？すべてのところに赤い数字が書いてあるじゃないですか。よーく見てもらうと、これ全部同じパターンで赤い字が書いてあるんですよ。3311、3131みたいな感じのところで書いてありますよね。はい。これをですね、繰り返すパターン。このパターンが分かっちゃうと結構これは楽です。はい、じゃあちょっと一個ずつ分解していきましょう。C のところのブロックをここに出します。はい。じゃあちょっと見ていきましょう。これ3000ってことは C です。1弦だけ3押さえた後開放弦ってことですからね。で、最初2回弾くでしょ。次は、C 押さえたまま2弦の3フレットを押さえて2回弾く。はい。その次は、C 押さえたまま2弦の1フレットを2回弾く。はい。その次、また同じ、1弦の3フレットと2弦の1フレットを押さえたままもう1回弾くんですよね。はい。これで C の場所です。ちょっと最初からやってみます。はい。で、キーポイントは、一番最後の、1弦の3フレットを強く弾きます。わかる ?00331。ここの最後の2回だけ1弦の3フレットのところを右手で強調してください。もう1回ちょっとゆっくりやります。はい。ちょっと強くなったでしょ、ここが。はい。これが最初のブロック。そして右手は、先ほど言った疾走ビートみたいな感じでやるのがいいです。もう1回やってみると。はい。かっこいいでしょ。次のブロック、はい。次は G7 ですね。なんで最初 G7 コードを押さえてください。で、この表を見ると、2120ですから、G7 って2120で、これ G7 ですよ。タブフによると。次、じゃあこれ2回弾くでしょ、G7。ダーダーってやったら、次は2弦のまた3フレット。今度小指で押さえます。足りないんで。2弦の3フレットってここですからね、ここ。はい。そしたらまた G7 に戻ります。次、一番最後のブロックは1弦の3フレット。はい、もう気づいた方いるかな、今これさっきの C のとこと G7 のとことこう2つ並べてみると分かるんですけど、赤いフレーズ全く一緒なんですよ。なんでコードを弾いていって赤いところだけ弾いていくってことなんですね、小指とかを使って。で、じゃあもう一回ちょっとこの2ブロック連続でやってみます。 C から、せーの、次です。はい、じゃあ次は A シャープメジャー7の、コードですね。A シャープメジャー7こうだから、はい。これも同じパターンで、最初このまま普通に A シャープメジャー7をそのまま2回弾くでしょ。次、小指で2弦の3フレットをまた足してあげる。で、また A シャープメジャー7に戻って、今度1弦の3フレット。はい。ここ赤いところもさっきと同じなんですよ。次が F ですね。F
もこのパターンです。最初 F を押さえといて、F を2回弾きます。0102だからね、F は。0、0って解放、1、0、2だから F でしょ。はい。ここは2回弾きます。で、また3フレット、2弦の3フレット。また2弦の1フレット、これ今度また F だよね、普通の。今度は1弦の3フレット。はい。はい、これね、もう一回最初に4つ並んでたやつをここに出しますけど、この赤いところ、全部一緒のパターンなんですよ。例えばこういうこと。ドゥンドゥン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 。ってことです。この、2弦の3、3、2弦の1、1、1弦の3、3。これが全部、同じフレーズで入ってくる。これをちょっと加味して、ちょっとゆっくりやってみると C からせーの。3、3、1、1、3、3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 。です。ここで右手は疾走ビート、ちょっと強弱をつけます。せーの。こんな感じのパターンがつかめるとこれは結構比較的簡単だと思うんですけど、それでもちょっと私これ難しいわという方は、ただこのコードを8ビートのチャで口でみたいな、さっきのシンプル簡単バージョンみたいに口で言うのも全然ありだと思うんですけど、ちょっとね脳トレ要素すごく高くて結構面白いんで、ぜひこれチャレンジしてみてください。じっくり見てね、タブ譜を分析する、これも面白いですからね、やってみてください。そしてあと全体的にはもうほんとシンプルに8ビートのチャをもうなんつうのか、力いっぱいというかパワフルにっていう感じじゃないですね。ちょっと落ち着いて淡々としてる感じがいいと思います。それこそこれロマン飛行ですから、もうそれこそなんか飛行船かなんか乗ってこうふんわりこう8ビートがこうふんわりいく感じがいいと思いますね。ちょっとこうね、これほんとロマンティックな曲なんで、夢見心地でやるのがいい。ここの B メロのところには、夢を見てよどんな時にでも帰ってありますから、ちょっとふんわりしたなんかイメージ、トランク一つでも飛び立っちゃうみたいな、そういうね、ムードで演奏してみるのがいいと思います。歌詞もね、やっぱこう夢がある。もうこの時代感もよく出てると思うんですけどね、やっぱこれ聞くと元気に結構なるっていうかね、不思議なこう、浮遊感を感じられると思うんで、そんなの全部パッケージにして、一個の塊、音の塊でこう、ふんわり感出していきましょう。はい。やってみましょう。そのイントロと感想とエンディングのフレーズがちょっとね、難しいけど、やりがいがある。ご注目ください。米米クラブのロマン飛行、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる !1、2、3、4。You need
やってみました。あのフレーズいいでしょ。あれね、本当ご飯食えます。あれでこれをね弾きながらご飯食べられるぐらい気持ちがいい。できるようになるとかなり気持ちがいいです。でこのリズムってやっぱりね、疾走ビートって リズム速くなりがちなんで、こうエンジンブレーキをかけながらじっくりこう淡々といく、そしてこの歌詞の感じ、あと浮遊感最高ですね。ゴールデンウィークはロマン飛行でもう決まりです。はい、皆さん思いっきり音楽していきましょう。あ、お知らせなんですけど、5月3日、ゴールデンウィーク中の5月3日の14時から、YouTube チャンネルで誰でもご覧いただける生配信ライブをやろうと思ってます。特に内容決めてないんですけど、ダラダラ弾いたり、みんなの質問チャットで答えたりとかしようと思いますんで、5月3日ね、まあ、ステイホームで家にいる方多いかなと思って、ちょっとね、やってみようと思いますんで、チェックしておいてください。またご案内します。今日のね、このね、ガスモデル、今使ってるウクレレはね、もうちょっと後でこれご案内するんですけど、こちら、ガスのわがままウクレレとガズの初めてウクレレ、こちらの2本、ガズのわがままウクレレとセミオーダーウクレレは現在予約注文受付中、ガズの初めてウクレレはこれ販売中です。はい、これそれぞれこのウクレレちょっと気になる方、ぜひぜひこちらの方覗いてみてください。これガズレレのアプリがあるんですよ。ご存知ですか。スマホとかタブレットに入るアプリなんですけど、ここにですね、40曲の新しい曲のブロックが追加されたぞというニュースが最近飛び込んできました。あとそれに、まあ、付随しまして、そのアプリのね、アプリで提供している楽譜がこうやって書籍になって本当の本になっちゃったっていう、これも新発売です。これガズレシピ。そしてですね、これも皆さん毎度おなじみだと思うんですけど、このリットミュージック社から出てるこの赤青黄色信号機みたいなこのガズレレのこのソングブックと教本なんですけど、この度ね、この緑色の本がですね、4月にですね、リニューアルして中身がちょっと入れ替わってですね、さらに進化版になって、発売になります。これもね、概要欄のところに貼っといたりします。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっとここにいつも挟んでるこの水引きだとかストラップとかキャップだとか、もういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いや、これからねちょっと春めいてきてね、暖かくなって、お外行って公園とかでね弾くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聴くよりやる方が最高。皆さん日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。またガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さようなら。